ようございます。5月20日月曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。今日は行徳は駅前公園から発信いたします。例によってコミュニケーション上の重要なポイントを一つお伝えしていますが、今日はですね、私はこの5月に8冊の本を発刊いたします。 Amazon という出版社です。なんで8冊一気に出すかというと、過去に大手のですね、角川出版さんとか中慶出版さんとか大手の出版社がですね、ノーっつって出版してくれなかったですね、原稿10冊以上あるんですけど出版してくれないんで手で持ってたんですね。それを一気に発信します。自主出版ですから、自分でですね編集して自分で表紙を作って全て自分でやるんですが、ちゃんとやればですね本が出版できるんですね、自分で。今回ですね、昨日発刊された本はですね6冊目の本になりますが、会議の問題児をいかに処理するかという会議12怪人の扱い法という本です。どのようなですね会議でも多かれ少なかれ12種類の困った行動をする人がいるんですね。困ったタイプの人がいます。これは人間社会しょうがないんです。実はその12怪人はコミュニケーションをいろいろと勉強してみるとですね、全ての場面に出てきます。会議だけじゃないです。普段のですねオフィス活動でも普段の社会活動でもその12種類の怪人は常にいます。まあ、怪人って私がつけてるのはですね、会はですね、まあ、ある意味で、心地よい面白いって意味も含めてます。ディーモンとかモンスターという意味も込めてますが、会はですねファニーとかですねインタレスティングとか、面白い人たちと捉えるのもいいかなと思います。会議の12種類、まあ世間でいる12種類のコミュニケーション上困った人たちをどのように対処したらいいかという本です。1冊1000円にしました。どうぞ皆さん Google にですね、Amazon 高野文夫の本と入れますとずら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 っと新刊が出てきますので、昨日発売になりました会議の魔術師ファシリ太郎の怪人退治という副題の本です。どうかよろしくお願いいたします。さようなら。